おはようございます。早稲田メンタルクリニックの院長、増田祐介です。メンタルクリニック TV へようこそ。今日はですね、やり抜く力、このグリッドですねについてちょっとですね、感想というかですね、ちょっと話してみようかなと思います。で、どうしてこの動画を撮ろうかと思ったかっていうとですね、診察室でですね、YouTube を使って僕その病気の説明とかしてるんですけれど、結構長く通ってくれてる患者さんがですね、見てますよとか、先生伸びましたねとかいろいろ言ってくれるんですよね。で、なんか照れくさかったんですけれど、なんか意外と僕が頑張ってるってことはやっぱ患者さんにとってもいいのかなっていう気になったんですよね。で、この YouTube の前にですね、その僕も頑張ってるというか、僕別に自分の頑張りを見せる必要ないんですけど、なんか継続してるってことを、僕が何かを継続してるってことを見せることがすごく大事だなと思ったことがあって、それはその Twitter の質問箱なんですよ。最初にそれは分かったのは、 Twitter の質問に僕が答えてるのを、なんか患者さんはすごくこうなんか胸に響いたりとかして、それを見た良くなった患者さんというのがいたんですよね。で、やっぱり感動を与えるってことは治療的にすごく大事なんだってことを僕は前々からちょっと思ってたんですけど、やっぱそこでもいいんだっていうのはちょっと思ったというか、それぐらいでいいんだとでもそういうのすごい大事なんだなという気がしたんですよね。で、別にはっきり言うと、ツイッターにしても YouTube にしてもそんな頑張ってないんですよ、普段の臨床に比べたら娯楽でやれるんですけど、でもやっぱり可視化されやすいので、臨床とかの方ははるかに酷ですし大変なんですけれど、そこはなんとなく見えずにくいので、こういう形で可視化されるとすごく分かりやすいというかですね。で、このじゃあやり抜くってどういうことなんだろうっていうことをですね、いろいろ考えてたんですね。で、たまたまちょっとこの本がですね、ちょっとあるとある勉強会の課題図書だったんで、読んでて、ちょっと面白いなというかですね、ためになったところがあったので、ちょっと皆さんと共有したいなと、一緒に学んでいきたいなと思ったのでちょっと挙げました。で、これはですね、アンジェラ・ダックワークス、ワースさんっていうですね、ペンシルベニア大学の心理学の教授ですね。で、なんていうのかな、このやり抜く力っていうことを研究しているっていう人ですね。だからなんか心理学の中でもどういうものがそのビジネスの中で成功するのかっていうことを研究しているっていう分野があって、割とその注目度が高い研究分野なんですよね。だから、そこから来てるんですけれど、とても面白いですよね。なんていうかね、僕らが普段やってることと逆なので、成功してる人から学ぶっていう学問なので、やっぱ使ってる脳みそが違って面白いんですけど、そういう本です。そういう本です。で、この中でですね、やっぱやり抜く力、才能よりもやり抜く力なんだということを話してます。だから成功のためには、才能も大事だけど、それ以上にやり抜くってことは大事なんだよってことを言ってますね。だから才能というか能力ですね、基礎能力よりはやり抜く力が大事なんですということを言ってます。でも、認知バイアスってですね、人はついついですね、才能がある人を評価しやすいんですよ。同じ能力があったらです、同じような立場の人だったら才能をある人の方を評価しがちなんですね。同じ、例えば何でもいいんですけど、同じ英語の点数でも、東大の人が取った方、同じ点数だけど東大の方を評価するというかですね、同じ、なんていうのかな、努力、同じ結果でも努力をあまりしなかった方を評価しやすいんですよね。評価しがちなんです。同じ結果なのにね、そういうのはありますね。で、あとはですね、人間は単純な反復 を嫌うんですよね。だから、あるアスリートの人たちがすごくこう単純な作業、もう平凡な生活を送った末にの成果なんだってことを、このパフォーマンスはすごくそういうもんなんだっていうのをすごく嫌いますね。なんかさも天から与えられた才能でやってるっていうことを、そういう神話を信じたいんですけど、実はそんなことなくて、すごく反復練習ですよね。地味な反復練習をすごくしてるってことを、人は 見たくないんですよ。だからついついやり抜く力ってことを過小評価しやすいっていうことをこの本で述べてます。じゃあ、やり抜く力を伸ばすにはどうしたらいいのかということですけれど、まず楽しめるってことが大事ですね。
最初からそれ、まあ、やった方が将来にもいいんだろうとか思っても、英語の勉強をやっといた方がいいんだろうとか、プログラミングとか大事だから、プログラミングをやった方がいいんだろうっていうことで、まあそうかもしれないけど、楽しくないとできないですよね。だから楽しめないとやり抜くこともできないので、やっぱ楽しめるものを選んだ方がいいと。あと自主的にやれるものがいいんですよね。強制的にやらせるものでやり抜いても、あんまやっぱ伸びが悪いんですよね。だから自主性が、まあ、あって、で、やって楽しいことっていうのがやり抜けるものだったりします。で、あとはですね、まあ、ニュアンスに興味を持てるかっていうのはありますね。だから、なんていうのかな、なんか細かいニュアンスだから、オタクってことですよね。オタクっぽくこだわれるところにやれるわけですよ。だから洋服とか形とかサイズとか一緒でも、なんかそのツヤ感が違うとかね、そういうことですよね。そういうのが興味ないと洋服とか好きになれないし、僕はそういうの興味がないということないので、洋服本当にちんぷんかんぷんですけど、まあ僕の場合だったらどうかな、まあ精神科とか哲学とかそういうの好きなんで、まあニュアンスとか興味ありますよね。文体がちょっと違ったりすると、おっと言ったりとかね、本とかだったらね、なんか版が違ったりとか大きさが違ったりするだけで、やっぱもう一個書いたくなっちゃうとかありますけれど、まあニュアンス、そういうことです。あとは、仲間とメンターがいるかってことですね。仲間ですよね。やり抜くにしても、仲間がいないとやっぱり続かないし、良い指導者、メンター、目標すべき人がいないとやり続けられないということです。あとは社会的意義ですね。それを頑張るのが、まあ、意義があるのか、意義があればあるほどやれますよね。だから、同じやり抜くでもね、空き缶集めを卑下するわけ、ダメだと言ってるわけじゃないですか。空き缶集めも、いろんな空き缶をコレクションするっていうのも、まあ、楽しくて、集めたりとか、このバージョンが違うんだよっていうのも、やるのは趣味でやりますけど、やっぱそれよりはもうちょっと意義のあることですよね。意義がある、まあ、そういうこと言ったら失礼かもしれないですけど、ね、まあ、仕事とかね、誰かのためになるとかね。そういうのありますよ。だからただお金がね、集まるからやるんだっていうよりは、まあ、困ってる人が助かるからいいんだとか、そういうことはありますね。だからそうですね、僕の場合も、まあ、YouTube とか Twitter も別になんか、まあ、時々とか思ったりしますけど、やっぱりこれを見て何かが治療的に進むかもしれないとか、誰かが治療的に役立つかもしれないと思うとやりますよね。なんか治療的にこう、精神科ってやっぱり治療が難しいというか、なかなかこう治療に結びつくことがないので、まあ動画撮るぐらいで治療が起きるんだったら、治療的効果が生まれるんだったら、もう楽なもんなんですよ、はっきり言うと。本当にこうワークするというか、なんかこう、こう一線をぐっと超えることって、本当になかなか難しいので、まあ、これぐらいで起きるんだったら本当に楽なもんだなと思っちゃうので、まあ、そういう意味では意義があるのかなと思ってやってますけれど、まあ、これは僕の話ですね。で、ここまではこの本の話ですね。最後の方、ちょっと僕の臨床感も含めて話しましたけれど、で、精神科の患者さんにちょっと当てはめて、ちょっと話をしてみようかなと思いますけれど、やっぱりですね、なぜ患者さんたちがやり抜けない、挫折感をすごく味わう、自尊心が低いのはどうしてかっていうと、やっぱり失敗の解釈が違うんですよね。だから失敗した時にやめちゃうんですよ。で、それは、まあ、いろんな要素が関わってると思いますね。この本の中では、まあ、楽観的である方がいいとか、目標をその場で切り替えた方がいいとか、まあ、他の人も失敗してるとか、する予定だってことを知らないとか、そういうことを述べてますけど、やっぱ失敗の解釈ができないっていうのは、やっぱりこう、まあ、またあんまり言いたくないですけど、やっぱり幼少期の、まあ、親子関係だったり、中高時代の教師との関わりだったり、初めて働いた職場での人間関係だったり、上司との関わり合いだったりするんじゃないかなというふうに思います。はい。だからすごくですね、こう、どう今の失敗をどう受け入れるか、っていうのがすごくこう大事ですよね。なんかすごく被害的になっちゃうとか、怖いものとしてしまう、すごく不安なものとして捉えてしまう、失敗を、
大きく見えてしまうっていうのがあるので、まあ、それをどう直していくのかっていうのが、どう修正していくのかっていうのは大事だと思いますね。まあ、別に大したことじゃなくて、別にその失敗したってもいいんで、で他の人も失敗してるし、今後するので、みんな、そういう体育感をどう持てるのかってことですよね。だからやっぱり落ちてる時とか鬱の時とか困ってる時、不安の時っていうのは自分しか見えていないので、周りの人がいかに失敗してるかっていうのはよく分かんないんですよね。それは僕もよく分かる。あと若い時とか見えないんですよね。僕もそれはよく分かります。だから僕の場合はこう どこの瞬間で変わったかっていうと、やっぱり僕寮生活だと思いますね。寮生活をしていく中で、同級生とか先輩後輩を見ていく中で、多くの人が失敗していることを、まあ当たり前ですけど知ったというかですね、なんかすごくそれは驚きというか発見だったんですよね、僕にとってはね。だからなんか自分のことすごく劣ってるとか、しょうもないやつだとか、なんかすごく嫌だった時期ってあるんですけど、でもなんかまあそういうことが分かったというか、それは寮生活で分かりましたね。しかもその、1回2回の発見じゃなくて、やっぱ日々発見があって、それでなんかすごく見えてきたというか、そういうのはありますけれど、僕の場合はね、とにかく失敗の解釈をどう、ポジティブなものに変えていくのか、だから失敗した時にどう目的目標を変えていけるのか、他の人の失敗をどう、視野が自分が失敗した時に他の人の失敗もこう吸収できるのか、それを活かせるのか、そして互いに支え合えるのかっていうことが結構大事ですね。で具体的にはじゃあどうしたらいいのって話ですけれど、まあ、この本の中ではですね、こういう言い方した方がいいよって言ってます。例えば才能あるねって言ったらダメなんですよ。才能あるねって言い方よりは頑張ったねという、この才能よりやり抜く力の方を評価するような言葉遣いをした方がいいんですね。だから他にもなんかあるよ、他のことに移ろうっていうんじゃなくて、やっぱやり抜く力を伸ばした方がいいので、一緒に考えてみよう、トライしてみようよ、次の挑戦してみようよって言い方をした方がいいと。で高いやっぱりですね、要求っていうのは大事ですね。治療もそうなんですけれど、まあ高すぎてもいけないんですけれど、でもやっぱりこの人がなんかまあ良くなっていく、良くなった先には、仕事をつける、そして、自分に誇りを持った仕事が、生活を送れるようになるっていうことを、まあ、治療者はすごく信じるってことが大事だと思いますし、こっちが信じたらね、相手も信じるようになってきて、だんだんそうなっていくんですよね。まあ大体なりますから、みんなね高い要求ですよね。であとはですね、大事なのはその頑張った時だけご褒美を出すっていうことは結構大事、一貫性を持つことが大事ってこの本で書いてます。そうなんですよね、頑張らなくても、なんかご褒美を出すとかすると混乱しちゃうんですよね。だからやり抜いた時にしっかり頑張ったってことを評価して、頑張ってるねとか見ているね、見ているよってことをちゃんと伝えるってことは大事ですよね。みんな頑張ってますからね、本当に頑張ってるので、やっぱ患者さん、通ってくる患者さんとかすごい頑張ってると思いますし、あとこの動画見てくれる人もね、やっぱ頑張ってくれてる、頑張ってるなと思いますよ。だって僕の動画、僕でさえ、自分でさえ、自分が撮った動画毎日見ませんからね。でも見てくれて、自分の中で活かして、それを学びに変えて成長していこうというのはすごいんじゃないかなと僕はいつも思ってます。はい、高い要求ですね、高い理想を持つってことです、ビジョンを持つってことですね。であと支援を惜しまないってことも大事だと書いてますね。 親とかメンターは支援を惜しまないことは大事だと。でその人をよく見てあげるってことがやっぱりやり抜く力を伸ばすんだということを述べてますね。だから口だけ出すってことはしないってことですよね。もう高い要求を、要求するようには支援をしないとか、まあ支援はするけど要求は低いとかだとぐちゃぐちゃになっちゃうんですよね。甘やかすだけになったりとか、っていう感じですよね。であとは結局親も挑戦するってことですよね。この本では親って書いてます。だから治療者もやっぱ挑戦するってことはすごく大事なんだってことはこの本読んで思いましたね。だから僕が YouTube やってるってこともまあ意味があるんだろうなというふうに思いましたね。あと Twitter で質問箱答えていくとかね。だからまあ、グリッドといった割には僕自身はまあその YouTube まだ1年も経ってないですし、そんな偉そうなこと言えるもんではないと思いますけど、でも Twitter の時から合わせるとやっぱり1年経ってますし、
1年以上経ってますよね、経ってるし、まあいいんじゃないかなと思いますね。はい、で、まあタカが、ね、断酒も続けてますし、タカがちょっとの期間です、1年も経ってないですけど、やっぱり成果は出ていると思いますし、そのちょっとした短いけれども、それはあのすごく治療的に意味が あるんじゃないかなというふうな感じはしますね。うん、21世紀ですよね、これはね、本当に治療者のそのなんかリアリティっていうのも結構ね、なんかいいのかどうかわかんないですけど、まあ、あるのがまあ現代的かなという気はしますけれども、はい、ちょっと自己啓発本っぽい話をしました以上でこの動画終わります。もしこの動画を見て面白いと思ってくれた方は、グッドボタンおよびチャンネル登録、あとシェアの方よろしくお願いします。ではまた。